野崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、今日はね、はい、何やるかも分かりませんけども、はい、パソコンだけが目の前にありますけど、ここは何ですか。とりあえず一旦見てほしいんですよ、この動画を。動画、案件？いや、案件じゃないです。これはスタッフが一生懸命作った動画なんですよ。へー、面白いやろ。里崎さんと浜田さんのために作ったの。はい、なんかあれですかね、感謝を述べたメッセージなのか。50万人行きましたしね。あ、泣くやつ。日頃の感謝の気持ちで。そうだね。え、ちょっとハンカチとか用意しておいた方がいい。私結構涙もろい。ハンカチとか用意しておいた方がいい。ユニクロ出れる？そしたら出れない、出れない、それは出れない。それダメだ。はい、なので もう正直に感動したら感動したで、はい、泣いていただいてもいいですし、まあ、言いたいことがあればそちらのまたボタンを用意させていただきました。あ、オッケーオッケー。褒めてもらって。これ一回なんかやりましたね、これ。やってね。はい、じゃあ、まあ、とりあえず見てください。はい、見てください。うん、じゃあスタート。はい、やってまいりました。ちょっと待てー、ちょっと待てー。なんなん、やってまいりましたって神宮やしかもロケ、ロケだ。はい、なんなんこれ。しかもマスクして神宮行った。神宮に行ってきました。ほー、ほー、ほーですよ。神宮、はい、いつ。去年の。去年、去年ってなんやねん、もうお前。10月頃やと。交流戦始まってんねんぞ。去年ぐらいに、はい。10月。私、始球式したの10月だったの。日に。え？ちょこちょこっと。袴田さんの始球式の日に。はい。何ヶ月前の当時、ま、変わってるやないか、お前。え、アントニー撮ってたの？そうです、ちょこちょこっと。え、でも私ずっと2人と一緒にいたような気がしたんだけど。マスター。なんか私がさ、控室でさ、なかなか2人戻ってこないなみたいな時かな。そうです。もう隠れて、やっぱりこれだけはやっとかなかった。え、あの前、マリンで。はい、やったやつの、はい、やった時にいい話しか聞こえなかったんですよ。ああ、私ロケしたやつだ。だって逆にいい、そりゃそうやで。で、あんの悪い話、逆に。やっぱりあの時パ・リーグなので、はい、そうだね。まあ、今回ね、ヤクルト、阪神と、やっぱセ・リーグ、きついファンが多いので、まあセ・リーグのファンだったら言ってくださるやろということで。っていうかさ、まあ、やるのはいいよ。はい、何ヶ月経ってんの。確かに、11、12、1、2、3、4、5ってもう7ヶ月経ってる。何してた？眠ってた？眠らしてました。忘れてた。いい、まあちょっと見てみようか。はい、まだまだ、まあ、見てください。まあ、どんな話聞けるかね。そうですね。はい、じゃあちょっと。今日な、今日浜田さんの始球式やけど、そんなんでテンション上がってるところでここで何するかって言ったら、前回パリーグのね、一旦覚えてる？ロッテ行った、はいはい、今日はセリーグよ。おー、セリーグのファンの皆様が里崎智也のことをどう思ってるかっていうのを徹底的にちょっと行こう。もうこれやり返せるチャンスやろ。ちょっと待てー、やり返せるチャンスって何？何やり返すって何？なんかやったか？やり返す、どういうこと？ね、え、俺が何かしてんの？やり返せるチャンスなんですよ、これが。ようやく。やり返すってどういうことやねん。だからロッテの時にいい話がしか出なかったから、今回は悪い話も聞けるだろうっていうやり返す。そうです、やり返すですし、やっぱり僕最弱王で負けてきたんで。帽子はヤクルトやのにユニフォームロッテって。お前、阪神からヤクルトのユニフォーム着ていけよ、お前。失礼やろ。本当ですね。本当になかったです。買いなさいよ、そういうとこやつな。そうですね。ああ、え、これ佐藤さんのユニフォームなの？いや、佐藤チャンネルだろ。あ、佐藤チャンネルですか。そう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 、あ、分かるように。ああ、チャンネルアピールで。はい、まあ、すがにセリーグのファンの方は里崎さんのこと多分、うん、絶対な、これ取って。ちょっと待てー、なんかちょっとな、セリーグファンはこれってどういうことやろ。ちょっと、ちょっと先生、よくないよ。あれ、カットされてなかったですかね。してない。おい、すんちそぎ入れたやろ、お前。ちょっとカット忘れてるね。どうなってんねんって。セリーグファンにも失礼やろ、お前。まあ、取れたか満載で帰ろう。はい、行こう。はい、ということでやってまいりました。ここ一人目が見つかりました。ということで、阪神タイガースファンの方に聞いていきます。はいはい、虎のことは結構言うてるで。これはもう、絶対聞けるはず。我々、里崎チャンネルのスタッフなんですけど、はいはい、里崎智也さんの印象ってどんなんですか？めちゃくちゃズバズバ物を言うなってイメージです。はい。それぐらいです。あと、太ってるなっていう。これやりますよ、これやりますよ。あ、いいですね。ズバズバ言われるのは好きですか？いや、もう。気持ちいいですか？気持ちいい。いいです。気持ちいいらしいですよ。え、じゃあ、ここだけ直してほしいってあります？いや、阪神ファンの方見て。いや、ないです、別に。ないです。じゃあ、ほら、ちょっと待てー、ほら。阪神ファンの人がどこも直してもらうことないんだって。すごいいいね。はい、うん、まあいい意見ですかね。いいいいいいね、じゃあこれからもっと言っても大丈夫ですか？はい、もう言ってほしいです。いろんな意見を聞きたいです。いろんな意見を聞きたいということです。来たぞ。これがヤクルトファンの方々に。あ、ヤクルトですよね。ヤクルトです。よし、
これはヤクルトのファンの方からしたら相当腹立ってると思うねん。ちょっと聞いてみよう。腹立っていい、すいません、いいですか。我々と里崎チャンネルのスタッフなんですけど、はい、里崎チャンネルは見られたことありますか。あ、登録します。ちなみに面白かった回は何ですか。面白かった回はあのドラフトが成功したかどうか あのこの年はどうのこうのみたいなやつでした。スタッフが一番大変やった。ありがとうございます。SS とか一番大変なの、ね、俺やろ。ということでもう聞きます。あれみんなで振り分けてやるの。里崎さんのことは好きですか嫌いですか。好きです。お、好き。好きで言ってもちょっとやっぱり気に食わないとこもありますよね。さすがに。いやまあそんなことないです。なんか直してほしいところってありますか。直してほしいところ、はい、ヤクルトのファンの方から見て里崎さんに直してほしいところとか。ファッション。ファッション。どういうこと。どういうこと。最高の里崎さん来てはい。里崎チャンネル見てる方って、うんうん、ほぼポロシャツしか見たことないですよね。ないですよ。ファッション直してほしいってどういうこと。あの解説の時もスーツしか着てないですよね。佐藤さん私服って出したことあるんですか。ほぼない。ここのチャンネルのポロシャツをやめた方がいいってことですかね。そんなことないよ。 Z 提供よ。しかもだってビームスとコラボ、古田さんも着てんだから。だからヤクルトのファンの人だったらね、はい、その後ろに古田さんもセンスないって言ってる。一緒に着てるから。でもちょっとね、悪意あるな。言ってもないのに悪いことばっかり聞こうとする質問、なんかこう誘導尋問的な。まあまあ前回に私もそうでしたから、ね。はい、そこはちょっと何とも言えないですけど。ちなみに里崎京ですか。よ、まあそうですね、好きですね。ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。はい、今日始球式楽しみでした。ありがとうございます。はい、ということで3人目やってまいりました。来たよこれ。おー、マスク。すごいですね。これはあるよ。聞ける、絶対いうことが。待ってやし。さあ、じゃあ僕、里崎チャンネルのスタッフなんですけど、はい、里崎チャンネルって見られたことは。あ、もう結構見てます。あ、ありがとうございます。リードです。ちなみに良かった回とかありますか。僕あのやっぱりキャッチャーのリードの解説みたいなやっぱ里崎するのが好きなんです。あ、なるほどなるほど。率直に、はい、阪神ファンの方から見られて里崎さんどういう印象ですか。あ、まあ、ちょっとやっぱまだやっぱちょっと肉さの方がでかいです。肉さ。お、それはどういったところですか。やっぱ日本シリーズの時のやっぱり印象とか。あ、最後に聞きたいんですけど、あの里崎京ですか。僕袴田京です。袴田教です。イエーイ。はい、ということでやってまいりました。4人目のお客様です。さあ聞いてまいりましょう。すいません、あの里崎チャンネルのスタッフなんですけど、里崎チャンネルは見られたことは。あ、見てます。あ、見てない。見てない。ヤクルトの方は見てないということで。はい、面白かった回とかってあります。あ、そうですね、まあちょっと毎回見てるわけじゃないんですけど、あの袴田さんが練習してる回、直近でのやつですよ。見てすごい頑張ってる。そうだね、すごい上達ぶりがすごいなと思って。はい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 、たくさんコメントありましたよね。なるほど。それに里崎さんか、はい、袴田さんで言ったらどっちが好きですか。袴田さんですから、ね。ちょっと待て。いや、いいよ、俺は別にいいけど、隣は奥さんですかね、彼女さんですかね。そこは問題なかったですかね。俺って言ってる方が後々面倒くさくなかったと思いますけど、あとあとちょっと喧嘩してないか心配ですね。まあ寛容な奥さんが彼女さんじゃないですか。里崎さんも好きです。里崎さんね、ちょっと里崎さんここ嫌だなってあります。そうですね、まあ、そこがまた良さでもあるんですけど、たまに厳しいなって思ってます。厳しいでもまあ良さでもありますけどね。阪神ファンの方はね。最後に里崎京ですか。そうですね、里崎市京いただきました。ありがとうございます。はい、来ましたよ。もうここで聞けるやろな。はい、聞いてみましょう。どういうことや。さて、こんにちは。こんにちは。我々ちょっと里崎チャンネルのスタッフなんですけども、はい、見ても里崎チャンネルは見ることもあります。チャンネル登録はしてないかもしれないですけど、おすすめによく見ていただいてるそうです。はい、解説とかも里崎さんの解説とかも見られてるって感じ。里崎さんが解説されてる試合を見るのは大好きです。おそれはやっぱり分かりやすいというか。そうですね。あ、なるほど。ちなみにここだけ直してほしいなとか改善点みたいなのあったりします。どうでしょう、もう少しお手柔らかに。そういうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。
いや本当にね、あのヤクルトファン、タイガースファンの皆さんね、本当にご協力ありがとうございました。ありがとうございます。10分ぐらいしか時間のない中、今日めっちゃ聞いてるで、うん、すごいですね、その短時間でこの5回聞いてるっていう、ね、しかもね、うん、今日もね、気分よく、すごいいい、いい動画だったね、はい、でもなんかちょっと悪意あるよ、気をつけた方がいいよ誘導してるね、あ悪いところないですかとか、直してほしいところとか、普通どういうところが好きですかとか、どういうところっていう質問じゃん。そうです、時間の都合上も答えしかいらなかったんですよ。欲しかった答えはどう思ってるかっていう、悪い方が欲しかったんです僕でもやっぱり思ってないこと皆さんも言えないからね。あ、そうです。前回のロッテ、はい、西武、ヤクルト、阪神はもう統計上認められてるってことですね。でも嬉しいね、うん、そうやって皆さんね、はい、ご視聴いただいてね、やっぱ見てくださってる方多いんだなっていうのはね、嬉しいです、ありがたいです。ただ、うん、何ただこれでは終われへんな。そうですね、青空君、じゃあ終われってどういうこと、どういうことやね。思った答えがなかなかポン、思った答え、それは思われてないんで、なので、うん、はい、もう一度やります。あどこ行くん、どこ行くん、次は始球式のある仙台ですいや、そこで待ってやるの、そこでやります、再でやります。6月10日はい、楽天対巨人戦、はい、仙台で、仙台で、今度は楽天、今度はじゃあ楽天ファンと巨人ファンの皆さんに、はい、行きます、我々行きます。あ、じゃあまあね、視聴者の皆さん、はい、6月10日です、はい、金曜日です、うん、ね、まあでもそんなみんな正直者だから、期待してるとかよく分かんないことやめてこれは現実だからおかしいなあ、いや、まあでもいい動画でしたね。そうですね、はい、うん、本当気分よくね、うん、終わりました、はい、プレゼントありがとうございました、ね、ありがとう。